山本孝治、山本孝治、山本孝治、1976年10月31日体は、日本の俳優、歌手、東京都新宿区出身。身長179センチメートル、体重65キログラム、血液型は B 型。妻は女優の堀北真希。一定歳の頃から、乳児モデルとして活動、1987年、10歳の時に、 日本初演のレミゼラブルで少年革命家がブローシュを演じ舞台デビュー。なお、同作では16年後の2003年に初演の時から念願だったマリウス役を務めている。1993年16歳の時に連続ドラマ一つ屋根の下、フジテレビで車椅子の少年フミヤを演じ一般に名前が浸透する。1995年 三角ハート、テレビ朝日で連続ドラマ初主演。1996年、花より男子のテレビアニメシリーズ及び劇場版アニメに声優として出演。花沢る役を務める。1997年、イマジンで CD デビュー。1998年、21歳の時にブロードウェイミュージカル、レントの日本初演でマークを演じたことが、 役者感が変わるほどの大きな転機となり、海外にも目を向けるようになる。パックンに英語を習い、23歳の時に3ヶ月間、ニューヨークで暮らす。2004年、NHK 大河ドラマ、新選組、に出演。局長、近藤勇を支え続ける、肘方俊三を演じ、人気を博す。2000年の三谷後期脚本、演出のオケピ。出演時には、 三谷に、肘方役に見染められての抜擢だった。視聴者からの多くの要望により、2006年には、大河ドラマとして、初の続編スペシャルドラマ、新選組。肘方歳三最後の1日が、NHK 正月時代劇都市制作され、再び、肘方歳三役として、主演を務めた。さらに2015年には連続テレビ小説。 朝が北で9年ぶりに、土方と三を演じている。これは NHK からの熱烈な要請を受けたためで、あり、大河ドラマと朝の連続テレビ小説で、同一人物が同じ役を演じるのは極めて異例のことであった。2005年、第56回 NHK 紅白歌合戦の白組司会に抜擢された。2006年、 どんどこどんの山口ともみつが MC を務める日本テレビ水曜深夜番組ムーシグ2006年4月から2007年9月にレギュラー出演今週の丸投げコーナーで毎回出されるお題に基づき山口と即興でギターセッションをしながら曲を作っているまた山口佐野元春とザ・ホエ・ヘイヘイブラザーズとして1枚のシングルを発売した 2010年、チーム山本プレゼンツロックミュージカル、ゴッドスペルゴッドスペルで、初めて演出を手掛け、また自ら主演を務める。2015年8月22日、当時は女優として活動していた、堀北真希との婚姻届を代理人を通じて提出したことを、当時の堀北の所属事務所が発表した。この発表以前、仕事において堀北とは、2009年に連続ドラマ、 また新地の男子、富士テレビで初共演後、2010年のスペシャルドラマ、我が家の歴史、富士テレビで夫婦になる役で再共演、2015年5月の舞台、嵐が丘で3作品目の共演をしている。この結婚は当時、交際霊婚と騒がれ、これに対して2017年の時点で、山本は交際している暇がなかったと言い、結婚してから初めてデートとかをした。 一緒に舞台やってたんですけど、電話番号も知らなかった。僕のだけ渡して、舞台が終わっちゃうなという時に連絡が来て、そこから2ヶ月くらいですね、結婚までと振り返った。2016年6月21日、公式ファンクラブサイトで、妻、堀北の第一子妊娠を報告。同年12月18日に、堀北の所属事務所により、 堀北が第一子を出産していたことが正式に発表された。性別や出産日、体重などの詳細は公表されていない。2019年4月28日、第二子の誕生を報告。性別や出産日などの詳細は公表されていない。主に舞台を活動の中心としており、多くのミュージカルに主演している。k d アースとして、 インディーズレーベルより CD をリリース、ボーカルギターキーボードなどをこなしコンサート活動もしていた。デビューから現在まで個人事務所に所属している。ドラゴンボールシリーズの大ファン、野沢雅子が孫悟空の声で吹き込んだ目覚まし時計を使用し、ベジータや孫悟空のイラストを描くのが得意だという。月刊 TV ナビ2008年3月号にて野沢と対談し、野沢が 悟空、悟空藩、悟空天の会話を実演した時には興奮しながら、対談テープください。と、雑誌記者に頼んでいたほど、作中のキャラクターを演技の参考にすることもしばしばで、新鮮組。の肘方は、ベジータ、華麗なる一族の銀平はピッコロ、ガゲロウの辻。イネムギイワネエドゾウ氏の坂崎イワネは、普段の温厚さと戦う時の強さとのギャップと、かっこよさから、 孫悟空を参考に役作りをしているとのこと。万日、小林の映画ドラゴンボール Z 神と神公開記念。イデオ神流。SP2013 年3月24日放送会にも出演した。二人だけのバイクチームを組んでいる山口と光とは、講師ともに仲が良い。また、新鮮組の共演者、関係者が集まり毎年忘年会が行われていると。 述べている。特に同学年であり、主演を務めるカトリシンゴとは、カトリが友達を作らない主義であるにもかかわらず、数少ない友人と公言しているほど信仰が深い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。